性能を考慮して考えると、世界一の建造国中国ですが、またも、原子力潜水艦や大型駆逐艦を収益しています。今回詳しく見ていこうと考えていますが、世界から盗み出した技術は、どこまで完成されているのか疑問です。2021年4月23日、中国では大規模なレジャー施設の存在で観光地としても、巧妙な海南島の海軍基地において、強襲揚陸艦、戦略型潜水艦、大型駆逐艦の3隻同時の収益が実施された。中国人民解放軍の機関紙である解放軍報によれば、今回の収益式典には、国のトップである習主席も臨席しており、南シナ海を見据える基地への新戦力の加入を大々的に誇示している。今回収益した艦艇のうち、これまで075型と呼称されてきた。強襲揚陸艦は、海南と命名され、同基地の島の名称を、そのまま艦名とするネームシップ、一番艦となったことが判明した。075型強襲揚陸艦、海南は、推定で、満載排水量が36000から40000トン、全長が約237メートル、全幅が約36メートルほどの規模を誇り、艦尾のウェルドックには大型の上陸用舟艇2隻を収容する。これはホバークラフトタイプの揚陸艇であり、満載排水量が170トン、全長33メートル、全幅 16.8 メートルの大きさがあり、装甲戦闘車両や兵員等最大60トンの輸送が可能とされている。もちろん、075型強襲揚陸艦、海南は全通甲板を持つ。航空母艦的な形状を有しており、最大で30機ほどの複数の用途のヘリコプターを任務に応じて搭載するのだろうと考えられている。075型強襲揚陸艦、海南はアメリカの、アメリカ級強襲揚陸艦より若干小型な規模艦だが、F-35 ライトニング 2B 型のような短距離離陸、垂直着陸が可能な航空機はなく、軽空母的運用は今は不可能だ。それでも、この075型強襲揚陸艦、海南の収益は、台湾有事の際に、実際の兵員を直接送り込むことが可能となったことを、意味しており、台湾側からすれば、最も警戒を要する存在かもしれない。続いての2隻目は戦略型潜水艦であるが、こちらは、既存の094型、進む級、原子力潜水艦の7番、長征18号であり、全艦が台湾海峡や南シナ海を管轄する南艦隊の所属となると目されている。長征18号は、水中排水量1万2000トン、全長135メートル、全幅 12.5 メートルの船体に潜水艦発射型の弾道ミサイル発射元を12機搭載しており、中国の核戦略を担うプラットフォームである。従来までの094型、進む級原子力潜水艦は、SLBM としては、最大射程距離が 8000km 以上とされる JL-2 を運用していると見られていたが、長征18号からは、新型を搭載している可能性が指摘されている。これらは、香港のサウスチャイナモーニングポスト紙等が伝えており、新型の JL-3 は、最大射程距離が1万キロメートル以上とも言われ、事実なら、南シナ海から、
アメリカ全土を射程範囲に収めることになる。そのため、アメリカが最も警戒しているのは、この長征18号の動向であり、中国が戦略核兵器の運用の幅をこれ以上拡大させることを、いかにして、抑え込むのかが大きなテーマとなっている模様だ。中国が自ら定義した九段線を根拠に、一方的に南シナ海の 80% もの海域を自国の領海だと主張しているのは、まさにこうした核兵器を搭載した戦略型潜水艦を運用するための目的が大きい。これは、黄海や東シナ海等の平均水深が浅い海域では戦略型潜水艦を潜ませることが困難なためであり、中国がアメリカやロシア並みに戦略型潜水艦を運用するには、南シナ海の確保が最大の課題なためだ。当初094型、進む旧原子力潜水艦が収益を始めた頃の2007年前後には、アメリカ海軍は、同潜水艦の静粛性の低さを指摘しており、世界最高レベルの同軍の対潜哨戒能力に自信を覗かせていた。当然、アメリカ海軍の訓導を受けている海上自衛隊も、これに準ずる。対潜哨戒能力を保持しており、中国の潜水艦に対する戦術上の優位は喪失していないと思えるが、中国の技術向上の可能性もある。こうした中国の戦略型潜水艦の温床となる以外に、南シナ海は現状でも全世界の 40% を占める船舶による物流が行われている海域であり、当然日本にとっても重要なシーレーンである。アメリカ海軍の下請け的な位置づけで、南シナ海への海上自衛隊の対潜哨戒能力を投入することには一抹の疑義も感じなくはないが、中国とアメリカのどちらに組みするかを考えるなら、選択の余地はないだろう。さて、最後の3隻目だが、055型南小級駆逐艦の3番艦。大連であり、現時点でも、追加で、少なくとも5隻が建造なかと。見られている、中国海軍の最新鋭の大型駆逐艦である。055型南小級駆逐艦は、基準排水量1万1000トン、満載排水量が1万3000トン、全長が 182.6 メートル、全幅が 20.9 メートルであり、日本のマヤ型やアメリカのアーレイバーク級駆逐艦より大型だ。055型南小級駆逐艦は、この大柄な船体を生かした重武装が特徴で、実に、112セルにも及ぶ VLS を搭載しており、中国が進める空母打撃群の艦隊防空を担う主力駆逐艦となると予想されている。